昔昔あるところに小さな村里があった。そこには30代前半の夫婦とその長男3歳、そして夫の父の4人が暮らしておったそうじゃ。仲がよく、長男も大変可愛がられ、わがままやりたい放題で、家族全員が幸せな日々を過ごしておった。そうするとおのずと2人目の子供ができ、両親は大層赤ちゃんを可愛がったそうな。そんな時必ず起こるのが兄弟の嫉妬。長男は妹がお母さんからお乳をもらうのを見るたびに嫉妬でいても立ってもいられんかった。そんな日々が続いたある夜、こともあろうか、寝ているお母さんの乳首と乳輪にたっぷりと毒を塗ったのじゃった。その毒は戦後の混乱時におじいちゃんが手に入れたものじゃった。そして翌朝、3歳の長男は赤ちゃんが夜泣きをしたのできっとお乳をもろうて死んでいると期待に胸を膨らませてキッチンへと向かったのじゃった。すると母親が重苦しい表情で何やら電話で話をしておった。救急車を呼んでいるのかと長男は計画がうまくいったと思い母のもとへ歩み寄った。すると母親が声を詰まらせこう言った。ちゃんが息をしてないの。だからお母さん今救急車を呼んだの。長男は驚愕した。え、誰だって、誰が息をしてないって。長男は凍りついた。なんと息をしておらんかったのはおじいちゃんじゃった。病院でおじいちゃんの死亡が確認されたのじゃが、死因は不明ということじゃった。そんな長男は成長して異性と初体験をした時からずっと男女の関係のことの前には二人でしっかりと体を洗っておるそうじゃ。